何よりです。みなさん、こんばんは。はい、ということで、今日はショールームをさせていただきって。ていただい,い、させて。えー、させていた。はい。しています。あ、グラウスさん、お花、ありがとうございます。ありがとうございます。 <laughs> させてさせていただいておりますさせしていますわからない <laughs> はいということではいはおなんかうっすらと皆さんちょっとお分かりの方も、えー、いらっしゃっておりますね の紅茶にシナモンさん緑のたい焼きありがとうございますやすくんさんはお花などなったお花ありがとうございますありがとうございますジプソフィラさんたい焼きありがとうございます八王子のたけさん緑のくまありがとうございますやなさんはお花ありがとうございますおーみさんちょっとずつうっすらと 気づいておりますねおさんさんえっ、ー、とたい焼きありがとうございます飛ぶたさん飛ぶたさんえっ、ー、と緑のたい焼きありがとうございますこんばんはそうなんです私菅原璃子はじゃん髪の毛を 真っ黒にしましたどうですかこんな感じに暗くなりましたみやびさんたい液ありがとうございますそうなんですちょっとこのお衣装には暗い方が似合うかなと思いまして暗くしてみましたじゃんじゃじゃんどうでしょうか ポールアット岩手さんえっ、ー、とたい焼きありがとうございますそうなんです今までは少し明るめで過ごしてきたのでちょっと黒が新鮮すぎて私最初慣れなかったです <laughs> そう全然寝れなくってそれで起きて鏡見たらおー誰 みたいな感じが続きました。ひーくんさん、かわいいスタンプありがとうございます。えっと、ライデンさん、似合うギフトありがとうございます。おー、似合ってるってよかったです。ジプソフィラさん、えっと、たい焼きありがとうございます。ジーラーフさん、えっと、くまさん、ありがとうございます。 ジプソフィラさんたい焼きありがとうございますイナチあとリンゴさん緑のたい焼きありがとうございますヤギヤギさん緑のクマさんありがとうございますそれ誰状態でした本当に大阪太郎さんハートありがとうございますイノニョさんクマさんありがとうございますそうなんです暗くなったのが3日 前かな3日前くらいなので本当に朝起きて「あ誰え誰あ私!」みたいな <laughs> はい感じでしたずっとそれと今は戦っております <laughs> そうなんです ジュリさん、えー、っとこれは、あレインボーの星ありがとうございますメグさん、かわいいギフトありがとうございますあなたダールさあなた誰,なた誰状態でした <laughs> あ、イヤリングやったそうなんです今日はさくらんぼのお渡し会だったということでちょっとあのどこかに やっぱりさくらんぼの季節なので何かさくらんぼを表せる何かないかなと思い今日はじゃんかわいいかわいい刺繍のさくらんぼさんのお耳にしましたじゃじゃじゃん,じゃじゃんこんな感じです見えてるかなちゃんとこんな感じ そう、緑の葉っぱもついてます。ディーンはーい、ということで。あ、大丈夫ですか。あ <laughs>、やぎやぎさん、緑のたい焼ありがとうございます。あ、可愛い,いって、ありがとうございます。イヤリングも喜んでおります。 そうなんです今日は地元青楼町のさくらんぼを販売していたのですがこちらですねじゃんじゃかじゃん見てるじゃんこんな感んさん緑のたい焼きありがとうございます ね立派な可愛い,いこのパッケージに入っていますちょっとこちらちょっと蓋を開けて中身を中身を皆さんと一緒に見ていこうと思いますっ入ってましたー はいそしてそしてあこれはな何,何かあのこれは何かなこれ何かなんこれは何かなこれはなんだろうかえっ <laughs> ちょっと待ってくださいねんこれは何だろうかえっ <laughs> ちょっと待ってくださいうん なあ、なにこう。うん。これは何だろうか？あ、な,なんかフィルムが？<laughs> フィルムがかかってあれですかこんな感じであーちょっと反射してる。大丈夫かな？見えてますか？さくらんぼでーす。じゃあちゃ,がじゃん。 はいこんな感じでございますかたしのサクランボこちらは 500g ですね 500g が入っているサクランボさんたちですじゃんねえとっても立派に今年も育っています ぜひぜひ、あの、お時間のある方は本当にぜひぜひ、あの、ね、あの無理はせずぜひぜひ、あの、セイロー待の方にセイロー待の方にさくらんぼ狩りもやっておりますのでぜひぜひ、来てみてください そうですね、今年も結構大粒揃いでとっても大粒ですわー健康的なさくらんぼさんたちいただきますはいおいしくおいしくいただいていこうと思いますそう、私 500g でももうこれね本当にもう1日で1パック食べちゃうんですよ ほん本当に止まらなくなっちゃって本当に止まらなくなっちゃって気づくと本当に1パックなくなくるんですだからもうねあのちょっとあのねこの今年いただいたさくらんぼは大事に大事に食べたいな とは思ってるんですけれども、多分いざ食べるとなると。一気になくなっちゃうかもしれない。です。えっと、ひろきさん、えー、っと、たい焼き、ありがとうございます。じゃん、まあ <laughs>。 圧倒的じ,ゃん <laughs> こんな感じですはーいこんな感じでございましてえっ、ー、とですねなんとなんと今日このさくらんぼ販売会があったんですけれども。 な,なんとなんとまた明日もあるんですはい明日なんですけれども明日も私はあのー、参加させていただけることになりましてはい明日はちょっと早めの14時から参加させていただけることになりましたやったー、はい、今日は16時から の参加だっっったたたんでですすけれどもやったですやったーはいなんですけれども明日もねまだ平日というのもあって皆様、ね、お仕事でしたりとか家事が忙しいよーという方も、ね、たくさんいらっしゃると思いますので本当に、ね、お時間など、ね、本当にこう、ね、お忙しい方がたくさん いいらっしゃいますのでねぜひぜひ体調と、えー、お時間と相談しながらえー、明日も行くぞーという方は是非是非あのお気をつけていらしてくださいね今日はちょっとねあいにくの雨の中だったんですけれども。 あの雨の中でも皆様そうなんです皆様本当にありがとうございましたねそうだったんですやめかなとも思ったんですけれども。 雨でしたで <laughs> ねえやっぱりそうですよね「中・梅雨」「違い中」中中中 <laughs> ね「梅雨時期」なので、ね、やっぱりお天気もね不安定不安定していますのでねえ今後もこういう。 ねえ季節がちょっと続くと思いますのであっ強い雨ついうーんなあーでも確かにちょっとちょっとずつちょっとずつ本格的にこう降ってきたかなという感じでしたね。うん そうです、ね、うん明日はねえちょっと晴れること願願って願って願っておりますねえちょっと、ね、そして今日はね雨の中にもね関わらず遠くからいらしてくださった方もはいいまして本当に感謝の気持ちで。 いっぱいです。ありがとうございます。ね、お帰りの際も、ね、本当に皆様お気をつけてください。はい、今日は一日目だったんですけれども、また明日。二日目もございますので、ぜひぜひ。あ、今日、今日はさくらんぼ、あの、お求めに来られた方で、さくらんぼ。 買えなかったよーという方も、あの、いらしたと思いますので、ぜひぜひ。明日、あの、また。さくらんぼ販売会はありますので、ぜひぜひ、お越しくださったらいいなと思います。あ、買えなかったよーって、で。ヤギヤギさん、ありがとうございます。でもね、あの、本当に、こうね、来てくださって。 ね、さくらんぼさんもね喜んでおります本当にありがとうございますまた明日さくらんぼはたくさんたくさん待っておりますのでぜひぜひお手元にお迎えしてあげてくださいたんさん緑のたい焼きありがとうございます 明日は晴れ予報、いや、晴れ予報ですが、ゲリラ豪雨に注意。そうなんですね。あ、無事兵庫県まで帰りました。あ、良かったです。山田太郎さん、ありがとうございます。あ、そうですよね。あの。もう。 ね、来られた時にはもうねさくらんぼが、ね、売り切れていたり、ね、していてでもあのネスパスさんのね中でねあのギリギリ、ね、ギリギリ,、ねギリ,ギリね、お会いできてよかったです本当にね無事に兵庫県までお疲れ様です。 ね、でもたくさんねえ皆さんともお話できましたしさんハートありがとうございますお何かお買い物したのってしましたなんとあの新潟で有名な新潟の新潟駅かな新潟駅でも売っているということであのかまぼこを。 買ってきましたはいかまぼこを買ってきましてかまぼことあとはめんつゆそうすごいおいしいめんつゆがありまして試食をさせていただいたんですけれどもお米お米を研ぐのと一緒にこうめんつゆほんとにおいしくてそうなんです。 もう買っちゃいましたあ後ほどお写真撮って皆様にご共有させていただけたらいいなと思いますのでお楽しみに待っていてください是非あのネスパスさんに行かれた際は是非かまぼことそちらのめんつゆぜひあの皆様に「おこれこれかな」というふうに思っていただけたら お手元にとっていただけたらと思いますすごいおいしかったですめんつゆなんですけれどもいろんな使い方ができましてなんとお味噌汁にもできますし炊き込みご飯にもできますしそうなんです使い方がいろいろあってそれがこう。 なんかどういうこうどういう使い方をするとこうできますよというのもちゃんとあのそうなんですできますのでちょっと私も調整してみようかなと思います。 ちょっと作って頑張って作ってみようかなーって <laughs> 思ってますそうですね今日も本当に楽しい一日を過ごせました皆さん本当に一日目お越しくださった皆様 そして心の中でねあの「行きたかったよ」って思ってくださっていた皆様本当にありがとうございますぜひぜひまたねたぶんあのー、来年来年のこの季節にも「ネスパスさん」で。 んぼ販売会があることを願って願って願っていたいと思いますあ来年にはこうネスパスさんの本店が店舗がですねなんと銀座の方に変わりますので皆様ぜひぜひ次は来年は 銀座ですね。そうなんです移転されますので、ぜひ、銀座でまたお会いできることを願って、私も参加できることを願って、<laughs> はいぜひぜひ。 12月かな今年の12月にはもう移転をされるということでそうですね来年からはもう銀座さんになります。 そうですね。秋にはブドウの販売会もありますので、そちらの方もぜひ参加させてください。ネスパスさん、お願いいたします。では、じゃあこのこの流れで七月三十日、七月二十九三十ですね。がなんと なん,とな,んとな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 なんんととですね「米粉フェスタ in 樽ヶ橋2023に」に、えー、出演させていただけることが決定しております本当にあのー、皆様あの遠くから本当に皆様いらしてくれるかと思うんですけれども本当に。 ね、体調など本当にお気をつけて、ね、あとはね怪我もしないように、ね、お気をつけていらしてくださいおいくぞーって嬉しいですやったーありがとうございますそうなんですこの米粉フェスタ, in タガハシは 2930とこちらも2日間にわたりあの行われるフェスタフェスタなのであのぜひぜひ2日間楽しむぞーという方は、はい、ぜひぜひ2日間あの遊びに来ていただけると2日間違った楽しみがたくさんあると思いますので。 ぜぜひぜひそしてねあどっちかしか行けないよという方もぜひぜひねめこメフェスタなのでぜひもう皆様たくさんたくさんね何かお菓子だったりねめこを使った何か出るのかな。<laughs> ね今からとても私も私 楽しみで楽しみでなりませんがね。そういうものとかも。お買い求めして、ちょっと私ももう多分爆買いしちゃうかもしれない <laughs> そう。それ私そういうのがあるともう。っ買いたいってすぐになっちゃうのでね。 体内の星買います。えあ、体内の星私食べたことないないかも。食べたい。そう、そうずっとあの、そうツイッターとかでも拝見していて、これは絶対に食べたい,いって思ってたので、この、 ね、あの体内に体内し体内しにお邪魔できるこの機会に食べたいと。 嬉しいですよどう楽しみいただきますえっ, <laughs> えっ本当ですかネスパスさんに売ってるんですかいやもうこれは明日行ったら買わなくちゃいけないですね 食べたくても、ああ、食べたいよ。あーあー、食べたい、食べたいって、ずっと。あ、わからなかったです。探してみなきゃ。ゆね。ああ、絶対変わなくちゃ。あ、教えてくださって、ありがとうございます。 ちゃっていましたもうええー、どうどうしようどうしよう明日もとでもでもでも7月30日があるって思えす、ね、まだまだですけれど。 ね、明日は金曜日、明日は金曜日ですね。明日は金曜日ですので。ねえ、本当に。ねえ、皆様。ご都合、お時間と。本当に、ね。こう。皆様の。 皆様に合わせながらぜひぜひお明日ならいけるかなという方はぜひぜひ明日もお待ちしておりますわあそうですね明日は金曜ロードショーがありますねやったー 嬉しいですね。何か何が見れるのでしょうか。明日は映画なんだろう。とても楽しみでございます。え <laughs>、仕事のお昼休みに行きますねって、うわあ、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。 山田太郎さん2時ありがとうございます北斗猫パンチさんえー、っと緑のたい焼きありがとうございますやったーねえそうなんですいつもあの金曜ロードショーさんを私のファンクラブリコシェールであのー、ファニコンさんファニコンというアプリがありましてそちらのそちらでファンクラブを の設立ししてておりましてそこのリコシェールという名前のコミュニティで皆さんと一緒にグループチャットというチャットでですねオンタイムで皆さんで一緒に「金曜ロードショー」を見ながらコメントをしていくというふうに。 金曜ロードショー映画鑑賞会をしております。残念ながら明日は仕事ですってあー全然もうそんな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 もうもう本当にもうご自身優先で。 あのー、もう本当に皆さんご自身優先でお願いします本当に、ね、そう皆様ぜひぜひ来年さん緑のクモさんありがとうございます ぜぜひぜひ、おどういうことなんだろうというふうにちょっと興味があるなという方はぜひぜひこの機会にリコシェールへ。かも <laughs> リコシェールお待ちしてます。 を明日行くつもりですってわー嬉しいですありがとうございます。K S K さんえーとタイ焼きありがとうございますありがとう入ってるよってわ嬉しいですありがとうございます。すますお初見さんですね。あんアンジェさんアンジアンジーさん。 アンジーさんで合ってますかアンジーさん、ありがとうございます。嬉しいです。イモニュさん、お花、ありがとうございます。カモ, <laughs> カモーンの言い方。カモーン。ぜひぜひ。あー そそししてああともうう一つありましたそうなんです今日ネスパスさんのお渡し会でなんと初報告だったのですがなんと8月6日西洋町夏祭り花火大会にて 菅原理子出演いたすバすことになりました <laughs> ご。ごめんなさい出演させていただけるいただくことになりました <laughs>。よろしくお願いいたします。そうなんです。なんとこちらでは <laughs> 大事なと本当に大事なところで申し訳ございません。 はい地元聖浪町のイベントになんと参加できますこんなにも素敵なねえあのー、素敵な素敵な夏祭りという夏祭りというすごく大きなお祭りになんと私の。 ライブ時間もあるということでお歌も歌わせていただくことになっておりますなので「はやー」という感じなんですけれどもこう地元地元聖浪町でねお、ね、歌を歌えるなんて思っていなかったですので本当に嬉しいですありがとうございます。 あ <laughs> ねもう聞いた時に驚きがもう隠せなくってあはい出演できるの嬉しいと思ったんですけれどもあそこで「ライブもお願いします」って言われて「えっえライブですか?」ってなって「ライブですかライブって?」って言ってそしたら「ああお歌はの歌っていただければなと」と。 だったんですけれども、こんなにもありがたい機会はないので、ぜひとも。もう本当に固まりました。そう、いやー、ありがたいです。 ゆう75さんえー、っとたい焼きありがとうございますありがとうございますイヌニュさんブラボーギフトありがとうございますあいちゃんさんたい焼きありがとうございますおめでたい焼きそうですねおめでたい焼きでございます本当にありがたいですねこうして ね地元青龍町にも貢献できる時がね多くなってきておりまして、もうこちらももううきうきワクワク感謝の気持ちでいっぱいでございます。ね楽しみがたくさん増えてきております。やった。そして9月にはもう牧戦ですね。牧戦の舞台も。 近づいてきておりますうう楽しみが積み重なるーわーい <laughs> もう惑星のチケット当選したよっわーいおめでとうございますやったありがとうございますそうなんです ビジュアルがあの解禁いたしましまてなんとまたそのビジュアルが新しいビジュアルなんです、ね、すごい幻想的で何かこうなんか光がパワパワパワってあってその中に、ね、ちょっとロックな姿のねちょっと出演者さんがいらっしゃったり。 ほ、えー、本当に皆様えー、嬉しいですエいろ街行ってみたいってぜひぜひお時間やご都合があったらぜひいらしてくださいそうそうなんですあのー その新しいビジュアルのお写真のロングヘアなんですけれどもなんとあれは地毛でございますそうなんですあの時はまだあの髪の毛がロングの時でございましてそうなんですじゃがみロングですね <laughs> はいその時期でございましてそうなんですなんとそこまでになるね家庭の ねちょっとねお写真もあるんですけれどもあのちょっとねここはあのくるんとなってるところがあるんですけれどもちょっとねあの完成前のあの髪型も <laughs> あるんですけれどもえそれって皆さん見たいのかなと <laughs> 途中経過のねお写真もあるんです実は。 あ、見見たい見たいいですかそうあの皆様があのちょっとあの「見たいです」ってあの、いうコメントが多かったらちょっとあの <laughs> そう私も見たことがないあの髪型のあの、過程でございましてああああこ、ここの髪型も。 通過するんですねというそうメイクさんとはいちょっと笑いながら <laughs> はい完成まであのあの髪型はできたんですけれどもあみあ見たいですかああ見たい方がたくさんわかりましたではちょっとあのか あの完成過程の過程完成になる過程までのちょっとあのお写真 <laughs> ありますのでちょっとねご共有したいなと思いますそちらもじゃあお楽しみになっていてください<笑><笑>ああその髪型にこの髪型の過程があったんだって皆さんもあ <laughs> とっていう。 あの多分お顔になると思います <laughs>。こんな髪型を通過してあの髪型になったのかというふうに皆さんもなると思いますので是非是非ではお楽しみにしていてください。<laughs> おー。おー。お楽しみに。あ、鱗は書いていないです。そう。でも、また。ねえ、どうなるのでしょうか。 ねえ私も今から舞台内容がどうなるのかとても楽しみでございます。ねえとても楽しみです。 そうですねもう本当に、ね、お稽古も、ね、これからどんどん始まってきますがねえ本番までね絶対あっという間ですよねあっという間に来てあっという間に本番もねえやっぱり、ね、楽しい時間ですので本当にあっという間に全てが終わってしまいます。 ねえ。うん。明日は、そうです。明日は十四時からの。参加でございます。 りたん筋トレちゃんとやってるってやってますよもりもり <laughs> もりもりやってます台本はまだいただいておりませんなので今からお手元に台本が来るのがわく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  ルン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 しております。おプロテインもちゃんと飲んでますよ。<noise> はい、ムキムキ見たもやだ。<laughs> 本当ですか？でもねあのちょっとちょっと。ちょっと あとそれあの,の,あのなんか「むっキー!」って感じではないので、ね、そうなんかうっすらうっすらうっすらあるという感じなのであの全然あの「むっキー!」って感じではないですなので大丈夫です安心してくださいそうまだまだまだ大丈夫ですので <laughs> はい、そうですね程よく程よくあのー、<laughs> ねえ<ー笑>ドムみたいにおー いいですよねドミニクトレッドもう、ね、最高ですファミリー思い出最高でございますどんな気に取りしてるの本当に本当にもう基礎のスクワットとあとは腕立てだったり あとは肩トレ肩トレと腕腕腕腕トレとあとは腹筋背筋とかだったりしています。 脳トレはしないの脳トレもしてますよ今英語は頑張っておりますしなやかな筋肉を作る感じそうですねちょっとねやっぱりねあのねそうそうですね頑張って いきたいと思います。そうなんです。あとはピアノ。あ、そう、ピアやっぱり楽しいですね。なんか、すごい、なんか、最近、すごい、なんか。いろんな。ことに、本当に興味が。あってですね。そうなんです。あ、そういう筋トレだったり、あとは英語だったり。 ピアノだったりそうなんですありがたいことになんかいろんなことに興味を持ってたくさんたくさんたくさん。 待っております。でもね、そうやっぱりね、どれも難しいですね。本当に。うん。どれも難しいです。だけどやっぱり楽しいですね。うん。 そうですねそう楽しんでできるのが一番武藤さんでいいのかなこんばんは初見さんありがとうございますこんばんはあそうあとバイクですあとバイクバイクの免許 あとほんとにバイク本体があれば完璧なんですけれどもそうもうライダースーツもあってヘルメットもあってないのはあとバイクだけなんですどうしようもうねそうあとはバイクの免許跡取ることもう私の今 そう、大切な。<laughs> まあ、それも。勉強あるのみ。なので。頑張ります。ああ、晴れのりなんですね。いいですね。私も絶対。 はいに、ハーレーに乗りたいです。頑張ります。そうですね。できる範囲で。ちょっとずつ。頑張ります。 醤油。ううねえ、頑張ります。まずは本当に。もう向き合うことですよね。何にも向き合わないと。ねえ。うん、頑張ります。 <laughs> ねえ少しずつ少しずつ私は川崎のゼファイクスえっ、ー いいですねすすすごいあー憧れる憧れますいい憧憧れれるまですねやっぱりいいですよね女性でバイク乗っている知り合いはいるあーいないですみんなやっぱり車かな 車の免許いっぱい持ってる子がいたりしますね、うん、こんばんは長岡から応援しています嬉しいですありがとうございます ひろきさんえー、っとたい焼きありがとうございます事務所の反対はないのってあ、ないですぽーがんばれー <laughs> はい、あのね、あのプラスプラスにはいという感じなのではい、頑張りたいと思います ひいくんさん花束ありがとうございます緑のシャツの男さんえー、っとレインボーの星ありがとうございます <laughs> そういつもねそうなんですたくさん 背中を押して支えてくださるので感謝感謝です。もうという感じで、はい、なので頑張りたいと思います。ジェラウさんえー、っと虹ありがとうございます。ライデンさんハートありがとうございます。リコちゃんみたいにハレに乗りたい。 女性はいないでしょってえー、いないのかなねえどなたかいらっしゃられたらねえその方と一緒にツーリングとかねえいつかなんかできたらいいな <laughs> ねえあお父さんは今は車の免許ですねうん <laughs> でも ねえバイクを買えばバイクも乗れるんですけれども今は車です。 乗りたいですねあヨーロピアン、はあ、でも確かになんか女性だと確かにヨーロピアンなイメージありますねたも確かにそうかもしれないはーれー 大きいですもんねドカーンとなりますからねえ結構結構ハードですしねえハードルも高いですしね確かにうんうんいやー リタはアメリカンが似合いそうああかわいいでもねえそうですよねアメリカンいいですよねかります確かに確かにし 方が私も確かに乗りやすいかもしれないですね。かにいつか横須賀に走りに来てねって、わあ素敵。あでもいけるかしら。私ちゃんと運転。 <laughs> ちゃんと歌、ね、い抜けるように頑張んなきゃまずは新潟で鳴らして <laughs>、ね、新潟からスタートですねうんバイクで江ノ島へわー 難易度が上が上りますねもっともっといろんなところをこうなんかブーンって、ね、ちょっと運転していかなきゃ頑張ります埼玉にも来てくる <laughs> ねえいろんなところにねえバイク旅できたらいいな 新潟から札幌目指え <laughs> わーおー。すごーい。<laughs> あ、でも。楽しそう。いいですね。日本一周バイク旅。おお。 いやーでも本当にえー、楽しそうえ絶対いいですねだってねやっぱりそれぞれの県ってこうやっぱり有名なものとか有名な場所とかそういうのもありますからこう一つ一つねたくさん知って吸収していけていいかもしれない世界一周。 バイク旅いやーなんかねでもね本当に頑張んなきゃなんか道が開けた気がする頑張ります こんばんはこんばんはこれはヒロくんで合ってますか合ってる合ってるかな間違ってたらごめんなさい教えてくださいイノニュさんファイトファイトギフトありがとうございますそう 夢は大きく大きく頑張ります。頑張りたんですね。あひろくんです。やったー！ありがとうございます。あいちゃんさん、えっ、ー、と流れ星ありがとうございます。 <laughs> クラマさんが一旦道が開けるパーン <laughs> 道が開けましたなんだかこう皆さんとお話ししていくうちになんだかなんか道が開けて光が差し込んできた気がします頑張りますこの調子でねえ ちゃんと上見てまっすぐ頑張りますいのちあったりんがさんレインボーの星ありがとうございますいつもツイッター拝見していますいいねさせていただいています嬉しいですありがとうございますいのにさんファイトギフトありがとうございます バランス感覚あバランス感覚多分いいいいのかなでもね何年前かな何年前かに実家でバランスボール乗った時にドアガラス割って <laughs> まあまあそれは関係ないと思うんですけれどもまあ、体感的には多分バランス感覚も <laughs> 少し。 あると思います <laughs> そうバランスって聞くともそれがねちょっと頭によぎってしまうんですけれどもそうなんですガラスを破壊してしまいましてそうなんです。<laughs> そうなんです。<laughs> そして、あのガラスは今や割れにくい、絶対に当たっても割れない。あのー。割れないあの質の。こうあのー、ガラスに。変わっております。<laughs> はい。はい、強化ガラスになっております。 ねえあの時は当にびっくりびっくりしました本当にあそうですねそうましちゃんにも優しいガラスにはーい変化しました <laughs> ドアノブも壊したようなえありましたっけあもう覚えてないもう私お家のいろんなもの壊す本当にあとはあのああのあでも全然怪我はなかったです えー、どうのも何かありましたっけ <laughs> あとはでも覚えてるのはあのー、<laughs> あと,ひとあと覚えてるのは多分中学生の頃かな中学生の頃に。 あの中学生かな中学生中学もう <laughs> 中学生の時にあの <laughs> あの手を洗ってそして もうタオルを強くガッて引っ張りすぎてそのタオルをかけてタオルをかけてるあのなんかこう止めてあるなんかタオルかけみたいなのがあるんですけれどももうそれごとバーンってなれちゃって <laughs> ど,ううどうしようどうしようどうしようっていうのがあったのは覚えてます。であの それとお揃いのものがお風呂場にもあってそれと取り替えるというのがあります <laughs> そうもう握力本当に私強いんですよ握力とかだと本当に強くってそうなんですもう手で本当に何かしら壊してる <laughs> 感じはありますそう手でで拭いてで グッってやったらでーんってそうなんですもう思いっきり破壊してました <laughs> 怖いですよね本当に、うに、ん、そうなんですえへへ そうち力をコントロールでもああ,あ,あでも確かにそうなのかなあでも大丈夫ですだ大丈夫なのかな大丈夫です <laughs>。 えーとポーニャーさん渡辺あゆささんお、えー、花ありがとうございますあでも私結構重いもの持ちますもうあんまり肩とかに数かずに本当にこうこう持って持ってる感じが多いです 本当にもう本当に肩とかにあんまり数がないタイプなのでそうずっとそうです多分それもあるのかもしれないですねもしかしたらえ何これは「甘い猫パン」 いののかなを八王子のさんありがとうございます。 そうですね本当になんかあ重い重い重いよーって感じるものでもずっと握って持ってますであっこっちがちょっとあっつらくなってきたかなと思ったらこっちで持ってみたいなのがいつもですねリターンとお絶望したいああずっと多分勝ちます勝ちます <laughs> もしかしたら多分勝ってしまうかも「強い勝ちます!」とか言って。 もうねあのもう小さい時からあの腕相撲にはお父さんがお父さんお父さんが厳しくってそうなんですそうなんかあのお父さんのお母さんのお家にあのお正月とか小さい時にあの行ってそしてあのやっぱりいとことか。 もういるんですけどでみんなであのでちょっと広らあい和室のところにみんなで集まって「よし腕相撲大会するぞ」っていう <laughs> で時間が必ずあったんですね。でかそういう時間が必ずあってで毎年毎年そうそうなんです毎年「よし行くぞ」って言って。 それでじゃあ今年は誰が勝つとかそれではいくぞレディーゴーというふうにいつもねそうなんですいつもで相撲大会が繰り広げられておりましてそうそうなんです ね、小さい時に伝授され <laughs> そうなんですそれで本当にいろんなもうもうおじいちゃんと勝負すればねいとことも勝負してお姉ちゃんとも勝負してお母さんともお父さんとも勝負してもうみんなと勝負して終わりーというね。 <laughs> のが続いてあ肘が浮いてるとそう叱られます叱お肘浮いてるぞってなってはいまたはい初めから出すってなってで、そういうのが一回やるとよしコツを教えるぞってなって そうまずはまずはまず絶対に肘を浮かせないまずは肘を浮かせないそしてまあ始まる時はもう腕はふにゃふにゃにしておくだけどレディーの五で五5の五で気持ちからファーッとかけるみたいでなんかそんな。 なんかまあ、ごく普通な <laughs>。ね、あの、で、相撲。あの。ね、あの。そね、こう。ね、あの、やろうみたいな感じ <laughs>。でしたね。 <laughs> そういうのもありましたしあとはお母さんのお母さんのお家に行った時は絶対に性比べそう背比べがあります。そうそうして 毎年毎年誰が成長してるかなというのを確認してもう私があの多分一番低い感じに残念ながらなってます。そうなので来年もし 本当に来年も,もしあの帰れたらどうなってしまっているんだろうという感じなんですけれどもでもまだあのいとこのお姉ちゃんの妹ちゃんにはまだあのギリギリ越されてなかったんですね。ですけどもギリギリということは今年の12月にはもう。 ねまだねあの妹ちゃんもね成長期ですから絶対にまだまだ成長は止まらないと思うんですねだからもしかしたらうんーっていう感じです <laughs> はーいでも本当に私も 今も少しずつ成長は続けておりましてなんとまだ性が伸びてくれてますから応じてありがたいもっと頑張って今年も性比べがあるから頑張ってください <laughs> ねまだまだ伸びれる感じは。 <laughs> でそうでももういとこのお姉ちゃんにはもうまあ宅の宅にこされてますもうねはいもうこされております私の4つ下4つ下なのに もう本当にあるんです本当にあってですねもうえ意外なえ意外な感じもう本当にもう背がもうスラーっと立つ高くって <laughs> 高くってもう憧れますよね。 <laughs> ですが私も頑張ります <laughs> ね自分のペースで <laughs> 頑張ります <laughs> うんうん。いや。え、何？そうめんそうめんを食べると背が伸びるらしい本当ですか？嘘だけど。<laughs> えー？でもなんか確かになんか麺系を食べると伸びそうな気はしますよね。確かに。 いやーなんかでもそんな気もしてきたからちょっとそうめん始めようかな <laughs> そうめん生活も始めようかなって思ったり。 そうめんはやっぱりさっぱりしてていいですよねあ、今日片面図につけたい <laughs> あ、流しそうめんあ、流しそうめんはお父さんの実家でよく流しそうめんしたのを思い出します そ,うそこでいろんなねお野菜が転がってきたりフルーツが転がってきたりたまにそうめんがドバッとね流れてきたりしてねえそうそうそうみんなで楽しくねえそうそうそう長いそうめんんをを楽ししでた頃を思い出しますそう冷えた野菜とかねフルーツが。 そう転がってくるんですコロ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 ってだからトマトとかで、ね、もあって瞬間的に母って取らないと本当に捕まえられなくって <laughs> そう難しかった そうもう気合いもう本当にみんなもう目頭ハって熱くしてよし来いというふうにもうみんなでこう待ち構えて起きた <laughs> みたいな感じでもう早い早い者勝ちみたいな感じでしたねそうでも私は小さい頃よくあのみんなみんながこう取れなかった取れなくてあの 最終的にこうざるにたまった <laughs> ざるにたまったそうめんのとりトマトとか <laughs> ま小さかったのでねあのあれなんですけどもとかトマトとかフルーツをこうもうあの <laughs> をあの食べてたあののとかも思い出します <laughs>。 そう, <laughs> そう流れ着いたの <laughs> そう。 そうでもねそうよくねお母さんもね「あの取れ,取れないよ」ってなった時に「何が欲しいの?」って言って「えー、今はミニトマトが欲しい」って言ってそれで「ほっ」って言って取ってくれたこともあります。そう長いそうめんでもいろんなね思い出ありますね。<laughs> 本当にんにいろな すごい竹が長かったですでも本当に長くってもうそれがその流れがちょっと遅いところで待機みたいなとかもねそうそう うんうんねえ願いそうめんやってみたいまた竹も壊したのでは竹は竹は壊してないです <laughs> 安心してください。<laughs> 大丈夫でございます。僕は流れないそうめんで十分です。いや、でも本当にね。でも確かに、ざるそばとか。そう、私そばも大好きなんですよ。そう、本当に。あ、もう。そうめんもそばも。 もうどっちも好きでそうもう本当にどっちも大好きですねえそばも美味しいですよねさあへぎそばもうへぎそばはもう毎年の定番ですねしかしそばといえばもうへぎそばいやー美味しい あうどんも好きですあ <laughs> もう全部もう全部もう麺系全部麺系は全部好きですあとなんかこうなんかサラダに入ってるちょっとパリッとしたあのちょっとパリッパリッパリッとしたのも好きですちょっとなんかスナックっぽいような麺みたいなのとかも 好きですし、そうそうベビースターラーメンも美味しいですよね。ねぞラーメンも大好きです。 米米もももちろん大好きです米最高ですすう最高白米白米はもう、まあ、小さい頃はよくご飯に、まあ、ふりかけもかけてたりはしたんですけれどもやっぱりご飯ですよとかあといくらとか筋子とかは絶対に そうトッピングして食べてましたお供ですね白米のでも白米オンリーで食べるのがもうまたいいんですよねそうそうふりかけね私はふりかけはあのー、卵のり玉とかあとおかかとかすごい好きでした ごま塩いいですねあ、そう米粉フェスタでもうねありますので楽しみですおゴごま塩派ですおーいいですね納豆は食べれる食べれます大好きです納豆あ私納豆で 最近あのわさび入りなんか山わさびの本当にわさびが入ったあ,のあ小分けのわさびなんですけれどもそのわさびが一緒になっている納豆がすっごいおいしくて今それがもうドハマリ中の納豆でございますねえのりたまもおいしいですよね あ、味道,楽 <laughs> 味道楽もいいですよね分かりますあいいですねあっのふりかけ最高ですなんかよくこうなんかあのふりかけパックなんか何種類もの 味のふりかけがこう一袋にギュッて詰まったふりかけパックみたいなのをその何でしたっけふりかけパックをよく買ってもらってましたそう。 すごいミルキーのふりかけうん美味しそういいですねあ私も実はひまわりの種食べたことを1回やりますあの,あのファニコンさんの事務所の方であの撮影をさせていただいた時にあのちょっと旅行であのひまわりの種が売ってたので買って買ってきたんですけど あの「どうですか?」って言われて「えっ今ひまわりの種ですか?」って言って「えっ今食べ,食べるんですか?」ってなって「ええさつ食べてみたいです」って言って食べたらもうはまっちゃいました私も。いやおいしすぎますねって言ってもう止まらなくなっちゃいました。 ねー美味しいものがたくさんあとっとこはむたろー可愛いですよね ハムスターじゃんえっかぼちゃのたうかぼちゃの種は食べたことないですえっなんかでも栄養ありそうあっやっぱり栄養価あるんですねひまわりの種うん酒フレーク ねサキフレークはもうもう好きです本当に <laughs> いいですよね 何か落ちちゃった。これは大丈夫。お、お大丈夫そうです。ねー、あ。まあ。マーニーさん、こんばんは。ガチャンさん。ガチャ、あと、ショコラさん。ショコライコラブ沼さん、えっ、ー、と、こんばんは。こんばんは。 ベッドと同化してる <laughs> そうなんですちょっと色と結構なんかなんか素材感も似てますよねどう確かに同化しているように見えますね。じゃんじ みたい <laughs> ねちょっとねそう柄のテイストとかも確かにちょっとねあの書かれてるなんかこう絵の感じとかと模様の感じとかもちょっと似てるか。のまかいみたい 何か,かちょっとなんかちょっと置いてるように見えるもしかしたら <laughs> 大丈夫カモフラージュそうなんですあ今日は本当に皆さんさくらんぼ販売会1日目 ありがとうございました。本当にとっても楽しくて幸せな時間でした。皆さんのね、素敵な笑顔がね、本当に久しぶりに見れて嬉しかったです。ね、こう今の時期だとやっぱりマスクもね、していたりとかね、していて、あれなんですけれども、ね、今はもう、 皆様の、ね、表情も見れるように、ね、なってくれましたのでとっても嬉しくて楽しかったですそして明日明日は14時からまた私菅原莉子が参加させていただきますのでぜひぜひお時間のある方そしてご都合のあう方は いらしてくださいじゃん。ネスパスさんの表参道でお待ちしております。そうなんです。明日は少し早めのお時間となるのですが、ぜひぜひ。お、え、あ今こんこんこん。コンコンコン もしかしかたたたら来来てくれた来てくくれれたみたいです。あ初めての方も、ね、今日もいらっしゃいますのであのお伝えしておきますとですねなんとこのショールームにはあのメガコさんというこのランキングをあの13位から1位の方 あのー、読んでいただくんですけれどもそちらのメガコさんという方が今日もなんと来てくれていますのでもうねあの「コン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 」というふうに合図をしてくださったので読んでいきたいと思います。ぜぜひひ皆様温かくくお迎えしててあげてくださいそれでは ねがこさん、お待たせしました。どうぞ、お願いします。ランキング放送局、お願いします。はーい、あ、もう。準備できてますか。はい、できてます。あ、よかったです。じゃ、あのあ。はい。あ、はい、大丈夫です。もう、あの、出ていただくと、もう、ランキング放送局。あの。 始め始められますので。わかりました。ありがとうございます。それではあの。失礼します。皆様。こんばんは。ランキング放送局メガ子です。 よろしくお願いいたします。はい、皆様またお久しぶりの、はい、お久しぶりの方もいらっしゃれば初めての方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。こんばんは。私はランキング放送局に現れるメガ子と申します。私は放送局にあの 放送局にですね、あの所属させていただいてるんですけれども、私はこちらの菅原理子さんの公式ルームの方で、あのお仕事をさせていただいております。皆様よろしくお願いいたします。それでは十三位の方から。 発表させていただきます。十位が命アットリンゴ様おめでとうございます。そして第十二位がリンゴマンサチ様おめでとうございます。そして第十一位がクラウス様おめでとうございます。そして第十位がヒー君様。 おめでとうございますそして第9位がイノニュ様おめでとうございますそして第8位が山田太郎様おめでとうございますそして第7位が北斗猫パンチ様おめでとうございますそして第6位が 緑のシャツの男様おめでとうございますそして第五位が紅茶にシナモン様おめでとうございますそして第四位がウキタトマス様おめでとうございますそして第三位がニョブ様おめでとうございます そして第2位がジラフ様おめでとうございますそして第1位が八王子の竹様ですありがとうございますおめでとうございますそして今日見てくださったこの1229名の皆様本当にありがとうございました、えー、ランキング放送局メガコはこれで以上となりますが えー、皆様明日も菅原さんがなんと14時から表参道のネスパスさんであのさくらんぼの販売会があるとのことですのでぜひぜひ皆様足を運んでみてくださったらと思いますそれでは今日も一日皆様本当にお疲れ様でございましたそれでは皆様 今日もいい夢を。見てください。それでは失礼いたします。メガ子でした。ありがとうございます。いい夢を。ありがとうございました。あ、りがとうございます。ね、本当に皆さんも。ね、喜んでくださっていて。よかったです。いや、本当に。え、こちらこそ。 いつもお呼びいただきありがとうございますえエー,エーありがとうございますまたはいお願いしますありがとうございますはい皆様はいということでめがこさんが登場してくれましたやったーはーいということではい皆様 今日も本当にありがとうございましたまた明日もよろしくお願いいたしますそれでは皆様今日もいい夢を見てくださいねそれではバイバイおやすみなさーん ババイバイありがとうございました。